後ろから言えば後ろから行けば、うん、船長か、え、意気込みか、そうだなよ、みんなね、もうものすごい時間をね費やして一生懸命ね練習してきたからね、あとなんか結構ね新しいライブとしては割とちょっと今までと違った空気のある、うん、新しい試みなどもあって、まあちょっと初の試みであるからこそどうなるかわからないところではあるんだけど、あ、挑戦をしたんだなと思ってもらえればなと。あ、そういうことだね。はい、うん、じゃあノイル、ノイル、オッケー。団長さん、まあ、ほんとね今回ライブ、まあ、ホロライブ3期生でライブなるすることになって、でもほんとにデビュー当初もう数ヶ月、デビューしてから3ヶ月とかでもうライブしたいねっていうのは話し合ってたんだよね、してたね、話し合ってて、それがまあいろいろその当時に比べたら本当に今ホロライブってすごく大きくなったし、なんか3期生もね忙しくなってなかなかねそういう夢を語ることってなかなかそういう場所ってなくなっちゃったけど、でもライブを通してさまたこういうライブにしたいねとかどういう歌を歌いたいねとかさ話し合うことができて、まあ、そういうのがね形になって今回もうさっきマリンも言ったけどなんか普通のライブとはちょっと違ったライブになっているので、うん、もうホロライブ、うん、まあ、今ね、まあ、多分3期生推しの人みんな見てると思うし、なんならば3期生じゃない人たちも3期生推しじゃない人たちホロライブ箱推しの人も見てると思うんだけど、もう全員にね、うん、見ていただきたいのでもう頑張ります、よろしくお願いします、お願いします。今ねコロナでさ結構さみんなと一緒に直接会ってねオフコラボとかする機会とかもなかったんだけど、なんかこのライブが決まってからなんかその1年分くらいたくさんみんなと打ち合わせとかもしたり、練習したりとかで顔をたくさん合わせたりとか、そう話す機会もたくさん増えたなって思っていて、それはすごく嬉しさと、うん、まあ、頑張るねばってこうみんなのねいい意味で気合が入っていくというか緊張感が出たりとかもしていて、うん、そう、それでみんなと一緒に頑張ろうって思えるようになったので、うん、まあ、それもみんなに見てもらいたいなっていうのが一つと、うんうん、私今回歌う曲全部瀬戸里初めて歌う曲とか覚えた曲なんでしょう、うんうん、そうなのでなんかみんなと一緒に盛り上がれる曲をみんなと練習したつもりなので、うん、いっぱいみんなに聴いてもらいたいなっていうのと、うん、まあ、ちょっとめっちゃ私声今回低めの曲が多かったので喉潰れないかってすごい思いながらめっちゃ頑張ったから、みんなにもね当日すっげー頑張るから盛り上がってほしいなって思っております。はーい、うん、はーい、やりー、るちゃん、イエーイ、みんなー、一人だけだ、一人だけだぞ、もうライブ始まってる、アイと夢を届けるぞー、えいえい、おーイエーイ、嬉しい、爆上げだな、みんなで届けるからねー、ペコラ、あ、そうだね、ペコラも、いや本当にみんなが言ってた通りに、なんかまあ普通のなんかライブとはやっぱりちょっと一味違ったちょっと3期生、まあ、らしいところもあればちょっと、まあ、挑戦でもあるようなライブに今回は本当になってるし、みんな一生懸命練習もしたし、なんかどういう曲歌おうかとかそういうところも打ち合わせとかからね、もう一から本当になんだろうね頑張ったんじゃないかなって思うペコだし、まあなんだろうね、なんかもうちょっとなんか本当あと数日だってなんか本当に思えないぐらい、今まだちょっとペコーラ自身はね緊張できてないの、まだ本当は、いや、わかるわかるわかる、わかる、そう、でも多分当日とかね、多分前日からもう多分緊張で死んでると思うペコだけど、本当にみんなにね楽しんでもらえるようにね3期生全員で頑張るペコなので、皆さんはぜひね楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますペコですし、